今回もギアターン始まります。皆さんよろしくお願いしま す。さあ今回はですねコースの方にやってまいりました。いやありがとうございます。あの原口さんこのコース知ってると思うんですけど、茨城県にある土浦カントリークラブ、はい、まあ皆さんに隠してましたけどもホームグラウンドです。よくプレーされてるよくプレーしてるってことで、はいはい、そうなんです。そしてですねご覧いただいている皆様に報告があります。うちの原口がついに100を切ってしまいました。おめでとうございます。おめでとうございます。すいませんなんか回ってないところですいません。あのまさかのカメラが回っていないタイミングで、はい、ねマリンちゃんね、はい、あのこの1年半もう2年ぐらいになりますかね、はい、ギアの力で100を切るぞってね3人でやってきて、はい、で僕らの知らないところでプライベートラウンドで100を切ると。申し訳ございません。ただこれ切れちゃったって感じなんです本当に。盛り上がらないな。いや分かる分かる。ね、ショートもね特に揃ってないのよ。そうなんですよ。だからみんな信じてないと思うんだけど、もうねその一緒に回ってくれた方も回そうかって言われたんだけど、いや回したらプレッシャーかかるからやめてくれ。写真とかないんですか。写真もあれ一応あるんだけど、はい、もう黄昏れてる写真。さっき探してたら黄昏れてる写真しかなかったから、インスタ用の写真しかなかったから。でもじゃあ一応スコアカード送ったんですよね。はい、これ証言してくれる方もいないので一応ホールバイホールをこれですよ。これです。このように準備しました。はい、ちなみに更新する前っていうのベストスコアはいくつでしたっけ。105でしたよね確か。大幅すごいですよね。びっくりして。一緒に回っていらっしゃった方もギアタン大好きで見てくれてるんですけど、はい、その方がこれは番組に教えた方がいいって言ってていうか、うん、まあ隠しといてくれてもよかったけど、まあ、まあね、そうなんですよ。まあね、俺だから今ちょっと後悔してるのは、はい、隠しときゃよかったな言わなきゃよかったな、言ったらこういうことになるんだなって思って、はい、はい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 。で、本当に46前半。そうなんですよ。あの赤ピンクっぽいのがパーパー、3パーですね。取れてる、はい、3つパー取れてるじゃないですか。3つも取ったことないよ俺マジで。で、まあ、後半も、まあ、つまずきながらパー取ってパー3でこれねやべえと、うん、残り3ホールで俺切っちゃうかもしれないストロさんって、はい、送ったんですよ、はい、プロデューサーにね送った後、はい、なんか知らんけど勝手にプレッシャー感じて7叩いてでもだからロングでやばいかもってなって7打ってショートでパー取れた。取れた、はい、でもそこでちょっと気抜いたんですよね最初はね。緊張したのまた最後ここで3パットぐらい打ってるんですよ僕。あ、そうなんですね。この7はまあ残念だったけど、うん、でもよく耐えて97。これはねびっくりしましたね。原口さんこのラウンドで何が良かったですか。そう、それが気になる。めちゃめちゃドライバーが良かったです。いやもうすいませんキャラボエースさん藤倉さん様様でございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。やっと僕にあったドライバーが、はい、本当にギアの力でしか俺自慢じゃないですけどこの時も練習行ってないですか。いや練習してくださいよ。自慢じゃない。してください。本当にギアの力だけで、うん、100切りおめでとうということで、はい、ダンロップさんからですねそうボールいただいてるんです。そうなんです。今原口さんが使っていらっしゃるリバウンドドライブね、ゼクシオのリバウンドドライブさんのボールで切りました、はい、100切ったんですよ ね、 っすね。ずっと使ってました。うわそれでただのボールじゃないです。どうですか。いやリバウンドドライブっていうボールはただのボールじゃないですよ、はい、そもそもが。よく見てください。うわすげえ。あ、すごーい。すごい祝100切り。そしてこんなん入れてくれてる。しかもえ、わ、今びっくりした。え、これ名前入ってるやん。そう、うわすごい。そうなんです。これをプレゼントにいただきました。ありがとうございますマジっすか。ありがとうございますダンロップさん。いや本当にありがとうございます、はい、そしてですね、そろそろボール変えようかなと思ったんですけど変えれないですね。変えないでください原口さん。手元にですねなんと祝電が届いております。結婚式か。祝電。今までこうお世話になったメーカーの皆さんから、はい、あのいただいているので読み上げさせていただきたいと100切り祝電。マジですか。嬉しい、はい、それ100切り祝電。これなんかまるで初優勝の祝勝会になってるんですけどね。本当ですよ、はい、まずダンロップさんです、はい、原口さんおめでとうございます。ゼクシオリバウンドドライブで100切りできたとお聞きして、はい、オールオッケーでとみんなで喜びました。もちろんズルしたという意味じゃないですよ
次は九州切りを目指してどんどんスコアアップしてください。またのご報告お待ちしています。本当におめでとうございますといただいています。いやありがとうございます。いやいや嬉しいですね。これ嬉しいの、はい、まだまだあるのでご紹介しますね。まあ、いろんなとこ行きましたからね。はいはい、続いてですね、アイアンでお世話になりました水野さんです。あ、水野さん、はい、はい、原口さんおめでとうございます。はい、弊社のアイアンを使用されての100切り、自分のことのように嬉しいです。うん、実はもうすぐお使いのアイアンの新モデルが出ます。さらに良くなっているのでこちらに変えていただければ年内90切りもというのは冗談ですが冗談じゃない。これからもぜひ楽しいゴルフライフを送ってください。これからも応援させていただきます。水野さん近々ロケお願いします。はい、続いてですね、一番良かったというドライバーのキャロウェイさん。キャロウェイさん、はい、原口さん、この度はベストスコア更新および100切り達成おめでとうございます。ありがとうございます。番組が始まってから1年10ヶ月、きっと番組スタッフの皆様に緊急事態や100切ったでーとナインティナイン矢部さんのモノマネでご連絡されたと思います。ごめん、それはやってないけど今やるわ、きっとやったな、やってもうたな。弊社製品でティーショットの飛距離がとんでもなく出たと伺っており、うん、ベストスコア更新にお力添えできておりましたら幸いです。次はいろんな手を使いつつも90切りを達成されることを楽しみにしております。この度は本当におめでとうございます。ありがとうございます。いろんな手を使いつつ、はい、いいですね。いや本当にもうありがたいですからね、はい、そして藤倉さん、そうだ藤倉さんも、はい、キャラウェイさんと藤倉さんのおかげもありますからね、はい、原口さんの100切り達成おめでとうございます。ドライバーが絶好調とお聞きしていますので、はい、うん、動画楽しみにしております。はい、70切りまで微力ながら精一杯お手伝いさせていただきま す, となです。微力ながらじゃないですよ、もう完全にもうおかげさまですよ。本当ですよね。本当ですよ、こんなに蓄電いただいて、はい、もう回る前からプレッシャーでしょうがない。、はい、カメラ前でね100切りを達成していただくっていう、はい、我々のニーズもあるので、はい。そんな俺嘘つきで通ってる。いやいやこの業界俺そんな嘘つきで通ってる。それは偽物だからもう嘘つくのはしょうがない。いろんな偽物やってるからね。はい、うん、でも信じてよ。まあ、ただこのコースは本当にイメージがいいと思うので今のところ、ね、ですよね。ちょっとカメラの前でも再現をしていただこうと思いまして、46を出した東コースを、うん、はい、今日は回ろうと思います。どうですか、はい、はい、同じコースです。続けて練習してもいいですか。いや実はもう練習しましたよね。押したんですよね。いやいやもうボロボロですよ、知らんよ。だから回すなんて言うてんねん、知らんよ。さっきキャロウェイの祝電にも入ってたでしょ、動画楽しみにしてます。でもいろんな手を使ってでもって書いてましょ。いろんなズルしてでもって書いてましょ。取り直しはギアタンはしません。そうなんですよ、これもうガチなんですよギアタンって、はい、ということなので早速今日は検証を行っていきたいと思います、はい、検証スタートです。というわけでついに念願の100を切った原口。しかしそれはプライベートラウンドでカメラは回っていなかった。そこで今回は100を切った時と同じコースを回ってもらい、スコアを比べてどんなラウンドだったのか検証。ちなみに原口には今後100切りではなく90切りを目指してもらいます。果たして原口は凄まじくドライバーの調子が良かったらしい100を切った時と同じようにラウンドできるのか。いやちょっと楽しみですよこれは。久しぶりですね、でもちゃんと9ホール回るの。そうよ、そうですね、ワクワクしちゃうよね、はい、と久々のラウンドを楽しみにしている3人ですが、ここで100を切った原口のセッティングを確認しましょう。現在はこの14本、ドライバーと5番ウッドはキャロウェイローグ ST MAX D、 こちらはシャフトを藤倉のデイトナスピーダー X にしています。そしてハイブリッドはピンの G425、 アイアンはミズノの JPX ホットメタル921、ハイブリッドとアイアンはそれぞれ各メーカーでフィッティング済みです。ウェッジは4本でテーラーメイド、ミルドグラインド、ハイトゥーウェッジの50度と54度、
サンドウェッジにダンロップのスマートソール4タイプ S、 さらにチッパーとなるキャスコのドルフィンフライングウェッジ、パターがピンのクシン4となっています。今回お邪魔しているのは、冒頭でもご紹介した茨城県稲敷市にある土浦カントリークラブ。名門の風格漂う松と杉林に囲まれたフラットな27ホールの林間コースで、今年5月にクラブハウスがリニューアルされ、より洗練されおしゃれな雰囲気をまとっています。検証を始めていきたいと思います。これさ、本当にどのオーディションよりも緊張するよね。一番時間長いですからね。そう今日さん、あれ、そうなんですよね。僕はもう今日は原口さんを見守る係です。実を言うと収録時間もあんま今日なくて。マジでいけないんじゃない？はい。なので僕はこれを持ちながら原口さんについていきます。なるほど。はい。わかりました。はい、で前回46というスコアなんですけど、はい、原口さん、その中で何かこう反省点だったり良かった点っていうのは？だから結局そのロングホールになった時に、うん、もうちょっとスコアが伸びればいいかなっていう。そうですね。パー5で結構ダボを打ってるんですよね。わかりました。じゃあそこら辺をちょっと今回は意識しながら、はい、本当に40代出るのかなっていうのもね。いや、みんなが思ってるよ。いや、絶対みんな見てる皆さんも思ってると思うので、そう、みんながみんな思ってるから、伝説残しますよ。どういうゴルフをしたら46が出るのか、そういうことっていうのを見せていただきたいと。じゃあリクエストしていいですか。はい、もし50切れなかったら、はい、一番最後はビビる大木さんのモノマネでお願いします。わかりました。すごいピンポイントの指定が来ました。あれでお願いします。わかりました。そうしましょう、はい、ということで早速検証スタートです。よろしくお願いします、はい、お願いします。まずは東コース1番505ヤードパー5、やや左曲がりとなっていて、セカンド以降左側の松などが少し気になるので、右側から攻めると攻略しやすいホールです。原口さん、私ここ回ったことないんで、え、教えてください。黄色い旗で狙ってください。黄色い旗でね、はい、前回はパー5、まあ、ここはボギーで回ってる、うん、ボギーでした、はい、まあ、その感じを思い出しながら。ボギオちゃんでした。はい、なるほど、わかりました。さあ、果たしてマネージメントっていうのがどれぐらいできてるのか。そうですね、確かにね。めっちゃパタパタしてる。はい、旗まで230です。スタートホール狙い目は旗ですか。旗いきますか。お願いします。お願いします。あー、ちょっと左行った。耐えて、カノン、木に当たったか。ちょっと当たったな。あ、戻ってきた、フェアウェイ。あ、よかった、ナイス。フェアウェイ戻ってきたけど、ちょっと距離が短くなった。まあ。結果オーライですよ。はい、結果オーライ。はい。原口さん、それ前回った時もそのティー使ったんですか。いいえ。ですよね。そうなんです。なんか夜勤高くないです。え、高くないですか。いや、あのね、最初これで合わせていくんですよ。低いとね、ちょろるから。なるほど。なんせ、まあ、一回50切ってますから。そう、はいはい、はい。ちょろるんですよ。あんま余計なことも言わないでおこうかなと。そうしましょう。ああ。間違えた。右。ちょっと右かな。だいぶ右。カメラさんより右行っちゃったかも。まあ。まあ。行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。いや、どんなラウンドになるか楽しみだな。あ、ありがとうございます。はい、お願いします。まず、まあちょっとミスしましたけど、はい、フェアウェイの方戻ってきてるし、ね、まあ、これでちょっと落ち着いてスタートできるかなと、はい、いけますかね、はい、朝一ね、ビャーンとか行っちゃうとやっぱりその後ずっとザワザワしたままプレーしなきゃいけないんでね。そういうことなんですね、はい、分かっちゃいましたね。あ、でもいいとこですね。なんか、うん、パー5なんで全然2打目無理する必要もないし、その50切った日はなんとなく調子良かったんですか。体調も良かったんですよ。今日は体調なんですね。いや、でもね、ごめんなさい、2日目でした。ちょっとなんか変な、なんかこう力みがなかったんだけどかなとかいろいろね、思ってますけど。スタッフさんが私のボールが見つかってない感じしてますけど、思ってるな。
これどこで跳ねたんだろう。打ち直したが良かったかな、ね、あそこ木に当たって戻ったような気がするんですよ。なんかコツンって言ったので、はい、木には当たったと思うんですよね。こっからだとグリーン方向見えないし、あれがあっちかグリーン、はい、左グリーンなんで飛ぶようになっちゃってるんですよ。このボールが飛ぶからね。そうなんです。2番手ぐらい落とさないとね。そう、ゼクシオリバウンドドライブ飛びます。忙しいどうしたのお前ちゃん忙しいんですいいですか。はい、行きましょうか。あーやべ、もうちょっと前行って。まあ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 、まあ、フェアウェイ転がしてるどうしたんですかお前ちゃん。え、やばい、兄ちゃんちょっと右に打っちゃったんで。ちょっとね、あのラフ、まあ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 、ラフやだな。どこだっけ。どうしましょう。もったいないな、もうちょっと転が、もうちょっと転がしたかったんだ。自分運転していいか。自分運転して歩いていきますね。大丈夫ですか。265です、ピンまでね。はい、ちょっとラフ深いんで。5行く5行く、はい、いいと思います。しっかり素振りもしてもらって。はい、結構ラフの抵抗が分かんないんでちょっと素振りしといた方がいいですね。あーやべ、ああ、あ、跳ねた跳ねた。でもナイスキックしてると思う。考えてからが長いね。どんまいどんまいどんまい、ラッキーにしとこう。いいと思います。カメラ意識してますね。すごい力入ってる。ちょっと予想外の今シャンクが出ましたね。これが百切りの圧ですよ。ギア感のね。なんでシャンクさん。少し打ち方が悪かったのか、右の林に入った原口の球をみんなで大捜索。すると、あ、あれじゃない。その先。その先。あれじゃない。あの白いやつ、嫌な感じの。いやでもあれボールじゃないかも。あ、そうでしょ、これだ。ほら、嫌なとこ行っちゃったな。全然ラッキーじゃなかった。これはむずい、これむずいな。気楽に行きましょう。なんかうまいこと、はい、ファンって出なんかな。ね、そうなるよね、ウェッジだもんね。まあね、こういうこともあるよね。ですよね。9番アイアンぐらいが良かったかもしれない、はい、ウェッジだとやっぱり間は抜けづらいですよね。大丈夫です。まあ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 、こっから狙おう。はい、上り入れて144、6番アイアン9、130とかで大丈夫。9ぐらい、はい、ね、9でいくか。はい、ちょっと風上げてるんで9で。まあいいよ、9だったらバンカーまではいかないと、はい、まあまあまあ、パーファイブだから。そして先ほどあまりに難しいショットを打ったため気が動転した原口はさらにミスショット。そして6打目、うん、当たりは良いです。お、木に跳ねた。右に跳ねて。右に跳ねたね。まあまあ。バンカー手前かバンカーかぐらいです。大丈夫かな。バンカー行ってるかな。はい、多分入ってないと思います、はい、うん。入ってない可能性もある。はい、ああ寄せれた、よかった。よかったですね。今日木に当たるな。でも今のところ助かってます。助かってます。なんとか、はい。そうなのよ、はい、もう目の前のこれ切り替えが必要だからね、はい、実はゴルフってゼロ番ホールぐらいの気持ちでそうなのよ。バンカー入っちゃったよ。バンカーあのカメラはバンカー入っちゃった。バンカー入っ
前に跳ねたんやけどな。よいしょ。まあ俺にはスマートソードがあるけど。入っちゃってんのかよ。バンカーに入っちゃってんのかよ。ちょっと三村さん入ってますね。あ、でも打ち合わせ。あれ。危なかった。いやいやいや、そこまでじゃない。それ嘘でしょ。嘘ついちゃダメよ。そういうズルもダメだから。やっちゃいました。よし、マリンちゃんから。うーん、大きすぎる。止まって止まって、ちょっと行っちゃった。そこ下っちゃうからね。そっちに。ここぐらいで止めてなかった。ナイスアウト。ナイスです。うまい。素晴らしい。ナイスです。やっぱり百発百中ですね。そうなんすよ。スマートソウル、すごい。スマートソウル百発百中ですね。すごい傾斜。入れ。止まって。止まれ。行かなきゃ。よく書いちゃった。パター持てばいいのに。ちょっと登ってんすかこれ。下ってます。いや、下りです ね。はい。あっ、あっ、いったな。結構下りで強く入っちゃいましたか ね。はい。はい、ボギーです。まっすぐやね、もうこれ。ほとんど、はい、うん、OK です。もったいない。そうですか。そうですか。まあこのコーナーもしょうがないよね。はい、あの視聴者の皆さん、始まったばっかりなんで、うん、温かい目で応援してください。しょうがないよね、このホールは。今日ワンチームですから。ワン時間ないから、まだまだ行こう。まだまだ、はい、そうそう、はい、すいません、スーさん、お願い。さあ、いよいよ始まった100切り検証ラウンド。果たして原口は鶴原さん、マリンちゃん、視聴者の方に100を切った証明になるラウンドができるのか。来い、いいよいいよ、来い、いいよ。第47回の放送は9月8日、ぜひお楽しみに。